ファカルティディベロップメントとは、大学教員の教育能力を高めるための実践的方法のことであり、大学の授業改革のための組織的な取り組み方法を指す。ファカルティイコール、ファカルティとは、大学の学部などの教員組織や教員集団を指す。ディベロップメントイコール、デベロップメントとは、能力開発の意である。類似の後に、スタッフディベロップメントや、 プロフェッショナルディベロップメントがあり、大学教職員及び大学組織の職能開発の取り組みとして、講義のファカルティディベロップメントも提唱されている。さらに広範囲の領域を指す教育開発が、大学開発とその質を向上させる支援活動を、包含する。日本語における表記には、デベロップメントの鬼者に、揺れがあり、文部科学省は、 ファカルティディベロップメントとすることがよくあるが、他にも、ファカルティデベロップメント、また、中黒を除いた、ファカルティディベロップメント、ファカルティデベロップメントなどの表記も見られる。大学の管理サイドからは教育評価の一つとしての、授業評価システムを導入し、大学教員の気づきを促すというアプローチがある。これは、評価を嫌う。 大学教員の組織的な抵抗があったという歴史があり、多くの大学では何らかの抵抗にあったが、アメリカの大学における標準となっていたことから、日本でも2000年以降に定着した。授業評価システムは5点を満点とする減点法であることから、創造的な授業開発が十分に評価されず、学生の期待を上回った授業を提供することに、 十分な評価が行われていないとする教員側の批判がある。文部科学省は学校教育法の一部を改正する法律によって根拠法とし最初に学校教育法施行規則等の一部を改正する省令によって大学院設置基準の一部改正を行い平成19年度に大学院から導入を義務付けた。ついで大学設置基準等の一部を改正する。 症例によって、大学設置基準の一部改正などにより、大学、短期大学、高等専門学校についても、平成20年度に導入した。下記の参考文献では、添削を重視しており、日本の教育の中で軽視されてきた基本的な、教育方法であることに注意を喚起している。FD の定義、内容について、 大学教員及びファカルティディベロップメント等に関する参考資料文部科学省2019年9月25日閲覧ファカルティデベロップメントと IT 活用大学教育への提言2006年版私立大学情報教育協会国立国会図書館2019年9月25日閲覧大学教員のファカルティディベロップメントについて 文部科学省。2019年9月25日閲覧。平成17年度大学教育の国際化推進プログラム選定取り組みの概要及び選定理由。文部科学省。2019年9月25日閲覧。安岡隆及川義道、渡辺律子、吉川正夫、高野二郎、三沢俊明、香取総之助。 学生による、授業評価項目及び授業評価結果の利用法に、関するアンケート調査、一般教育学開始、15、ピアニッシュも、148から158、J ローマン、安部宮勘役、大学のティーチング、玉川大学出版部。アメリカの状況平成18年5月17日付18、文科校、第133号文部科学事務次官通知。 大学等の教員組織の整備に係る学校、教育法の一部を改正する、法律等の施行について平成19年7月31日付19、文科校、第281号文部科学省、高等教育局長通知、大学設置基準等の一部を改正する、省令等の施行について、ありがとうございます。